大変ご迷惑とご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。今日謝罪した京都府和束町の宗武志議員、関係者によりますと、宗議員は自身が代表を務める企業が奈良市内に借りていた事務所の家賃3ヶ月分などを滞納。おととし6月までに奈良簡裁は滞納していた家賃など合わせて20万円余りを支払うよう命じ、判決は確定しましたが、支払いを拒否していました。この問題について MBS が先月宗議員を取材すると、納得できるんだったら支払いますよ。法治国家であって裁判で判決を出たとしても納得できないもん、納得できませんやん。判決に納得していないから支払わない、持論を展開していた宗議員ですが、今日の町議会で、失礼いたします、裁判所の判決の通り、全額相手方代理人弁護士を通じまして6月3日にお支払いさせていただきました。相手方大家様に対してもご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。すみません。謝罪申し上げるとともに、主張を一転、判決に従い滞納していた家賃などを支払ったことを明らかにし謝罪しました。宗町議は議員として襟を正し、町民の信頼を取り戻したいとしています。